あ、じゃあ準備ができたみたいですね。おお、ひなちゃん、くのちゃん。はい。はい。じゃあ頑張ってください。はい。頑張ります。はい。カメラさん見てください。大きいのあります。しかも見てください、ほら。あれ？夢叶っちゃうやつ？集めると願い叶うやつ。あ、欲しいね、それ。これは欲しいです。これはいいですね。いいですね。では行きましょうか。はい、やーい、スタート。レッツゴー。レッツゴー。言っとく。いや、でもいきなり大きいから行くの？大きいからといって得点に関係があるわけではないので。あ、すげー。やばい、やばい、今のめっちゃ見る。天才やばい。なに、プロじゃん。プロだわ、私。プロだよ。すげー。やばいでしょ。何だよね。聞くもんですね。あ、もう大体。すげー。すごくない？これ最後でっかいの。おひがまる。あ、工藤ちゃん負けてらんないよ。ちょっと待って。いい勝負しますよ、これ。スーパーボールスカイのプロ。あれ、なんかみんなさ、すごくない？めっちゃ水をね。すごくない？ちょっと。すごいね。すげー。めっちゃ山盛りのセロリ。死んだぐらい。死んだぐらい。はい。あんなに取ってる人いないよね。おかえりなさい。ただいまーす。ひなちゃん、ちょっと覚醒しました。今度からスーパーボールの師匠と呼んでください。本当だね。ご経験者。ご経験者ですか。やっぱね、バレちゃうかもしれない。え、ちょっと待って、ほんまにどっち、ほんまにどっち。いや、経験者ないよ。すごいね。いや、工藤ちゃんも結構取れてたね。いや、でもやっぱダメでした。勢いでいったらわーってなっちゃいました。勢いだけのものかもしれませんけど。すごいですね。いや、楽しいね。楽しい。こんなに救えるとはちょっと思ってます。いや、今集計中ですけど、大きいやつとかいけんのかな。ねえ、どうなんでしょう。でもやっぱり重さが違うのかな。あ、そうですよね。やっぱり大きいの狙いに行った。いや、もうダメでした。絶対やばいって思って、ちっちゃいやつズボっていきそうですもんね。そう。出たかな。おい、集計が出ちゃいました。工藤さんが10個。10個作ったんだ。26個です。すげー。やったー。マジ？ダントツじゃん。わーい。すごい。おかしいでしょ。点数稼いじゃいました、ここで。プロなの？やった、プロでした。やっぱプロかもしれないです。